はい、皆さんこんにちは。ギリギリクメンことギリメヨッピーです。今日はですね、十二房温泉オートキャンプ場にやってまいりました。温泉施設からね、もう一望できるキャンプ場なんですよ。はい、キャンプ場のね、サイトの紹介はね、しっかりやっていきますが、もうこれがキャンプ場でございます。ここね、アーリーチェックインが10時からで、なんと無料でアーリーチェックインができるという、また珍しいキャンプ場でございます。で、こちらが受付で、すぐここがキャンプ場なんですけれども、ここでね、野菜の朝市がやってますね。で、今僕らはですね、まあアーリーチェックインができるっていうことで早く来たんですけども、前のね、お客さんがいてるっていうことで、もう少し待ちます。で、受付さえ済ませばですね、電話で教えてくれるんですよ。かなりサービスの行き届いたキャンプ場でございます。で、ここのもう一ついいところ、温泉が入り放題でございます。泊まる1日限定で、何回入っても同じ料金で入れるっていうことで、大人600円でございます。朝風呂は無理ってこと？朝風呂は別料金でございます。はい、だからね、夏場とかはね、汗かいたらね、パパッとシャワー浴びたりとかね、すっきりすることができます。朝風呂入りたいな。ただ今結構寒いですね。気温何度やろ。何度？23度でございます。風もちょっと冷たくなってきましたね。秋キャンプっていう感じがしてきました。もう半袖もそろそろ卒業でございます。でまたね、改めてキャンプ場紹介動画しますんで、ではまた後ほど。はい、じゃあもろもろ設営終わりました。今回はケシアのテントとキャプテンスタックのタープとやっております。ここのサイトなんですけども、余裕かなと思ったんですけど、タープがねちょっと厳しいですね。このガイロープ見てもらったら分かるんですけど、もう結構ね横のラインギリギリです。もうそれでもねちょっと短めに立てたんで、区画としてはね確かにちょっと狭めなのかもしれないですね。まあ、うちみたいにね大型テントじゃなければね、どうってことないですけどね。はい、で全サイト電源付きでございます。1サイトね1500ワットまででございますね。いいさ、はい、電源からテントまでねちょっと距離あるんで、まあ設営する場所によると思うんですけど、延長コードはね十分な長さのものを用意した方がいいと思いますね。まあ、サイトを紹介って言いましたもね、結構ね見渡せる限りって感じなんですよね。ここが芝生広場って言ってね、広場になってて、まあ、ここはね自由に遊べるような場所ですね。ここの階段上がると、そこに温泉があります。近いです、もうすぐそこです。サイト自体は 8×9 とかなんですけど、駐車場が別途ございます。ここの場合はここに止めるのかな、指定のね止める場所があって、そこに止めて利用する感じですね。ピザ窯ありますね。本格的な窯。はい、ここがねキャビンですね。まあ、山小屋っていう感じですね。2メーター×4メーターぐらい。この辺はなんかカモシカオートキャンプ場とかとちょっと似たような作りですね。屋根もあって、テーブルもあって。お、広角連写から結構ね、綺麗に見やすくなりましたね。これが1区画のサイズですね。微妙なサイズ変化はあると思うんですけど、だいたいこんなもんです。ここにね、溝がね、あります。この溝で区画分けされてるような感じですね。うちがね、B の6っていうサイトなんですけども、この中心部がまあ B サイトっていう感じですね。本当にうちね今日ねど真ん中です。はい、トイレはですね、便器自体はめちゃくちゃ綺麗な最新式でございます。抵抗なくねできると思いますよ。はい、後から来られたねキャンパーの人たちも、まあ、それぞれ設営が終わったようですね。こちらが芝生広場でございますね。でこっち側にキャビンが並んでおります。でこっち側がサイト付きのキャビンですね。ここあたり一帯が B サイトになります。でこっち側からこっちが A サイトで、あっち側のここの奥ら辺が S サイトですね。はい、テントもいろいろありますね。スノーピーク、コールマンね、ノルディスクね、でコールマン、ロゴスですね。これちょっと何か分からないですね。ケシュア、うん、で小川ですね。みんな思い思いのねテントを建てるわけですけど、どうでしょう。やっぱりベージュ基調のテントが多い中、ケシュアのこのテント目立ちませんか。目立ちますよね。やっぱりなんかこんだけねおしゃれなベージュが揃ってる中、逆にこの白と緑がおしゃれっていう風にね見えます。受付が閉まってもこちらにございます。安心。あ、ではね、昨日ねちょっとね iPhone で撮って広角がねうまく入ってなかったと思うんで、もう今ね皆さん撤収していってるんですけど、でチェックアウト1時間前ですかね、11時でございます。せっかくなんでねちゃんとこう撮っていこうと思います。ここが芝生広場で、うちの坊ちゃん、トイレがここですね。でキャビンが
1,2,3,4,5 棟こちらにありますね。奥に2棟ございます。ゴミステーションと炊事場でございます。お湯出ますよ、お湯が。で洗濯機ね。はい、こちらもキャビン付きですね。若干ちょっとサイトっぽいけど、サイトと言えるのか。こっち側がもう完全なキャビンなのかサイトなのか、まあ、キャビンは 2×4m とか 4.5 とか多分それぐらいのサイズだと思いますね。でこちらもサイト付きのキャビンですね。こっちはサイト若干大きい。でも大きいテントは絶対入らないですね。限界 3m とか 3.5 とかそれぐらいですかやと思います。でこちら B サイトですね。結構広く見えるんですけど、うちの 6m30 を置くともう結構ギリギリです。なのでタープをここに立てるのも一苦労でございます。風がね結構吹くと思うんですけど、風に強いタープの立て方がね難しいですね。ここは小型のテントとタープやったらね全然大丈夫なんですけどね。こういう溝でね区切られております。ここ B サイト、こちらも B サイトですね。その奥が A サイトになります。あ、でも場所によって若干大きさちゃいますね。ここはここまでありますけど、横はねそこ駐車場になってるんで、でここはね多分ねそこに車止めるんですよ。サイトの外に1メーターぐらいちょっと大きい。これやったらタープ立てれるな。なるほど、これも当たり外れかな。こちら側に S サイトがあるわけですね。結構狭いですね。サイズシビアですね。でキャンプ場自体はね上からぐるっと見渡せるぐらいの広さなんですけれども、結構サイトによっての当たり外れがあるかもしれないですね。ここもサイトですもんね。抱っこしながらの撮影大変。 A の3、ちっちゃいな。結構ちっちゃい。結構ねサイトサイズの、ちゃんと静かにしてくれる、喋ってよパパ今。結構だからサイトサイズのパパさ、なんで喋る。結構サイトによってサイズの違いが出ますね。まあまあ工夫すればねテントは立つと思うんですけど、結構シビアに立てないといけない場所もありますね。特に S サイトなんかはかなり区画的にちっちゃかったんで、横幅がまあこれ3メーターあるんで、ここにタープを立てようにも難しいですよね。だからここのキャンプ場はですね、まあ、小型テントとタープもしくは大型テント一つっていう風に考えるのがいいかもしれないですね。あとは自立式のタープであれば簡単に立つと思うんですけど、風ちょっと心配ですね。風結構吹きますよ。天気もね結構いいんですけど、風かなり強かったんで、もう傾斜のテントもねブワーって風でね煽られてたんですよ。風の影響は受けやすいかもしれない。そういった部分を我慢できるのであればかなりいいキャンプ場ですけどね。温泉がそこですから、めっちゃ近くて自販機もここにあります。まあ、サイト内にはね自販機はないんですけどね。ただやっぱね隣との距離がちょっと近いかなって思いますね。横いなかったんで気にはならなかったですけど、ここの距離感ですからね若干気になるかもしれないです。パッと見はね広く見えるんですけどね。あ、飛んでた、ありがとう。温泉なんですけれども、温泉はね素晴らしかったですね。めちゃくちゃいい温泉でした。ここはね本当に温泉目当てで来てもいいぐらいのキャンプ場ですよ。キャンプの様子とかはまた別動画であげるんで、そちらもよかったらチェックしてみてください。あとはもう撤収して終わりです。でまたね来週もキャンプ行っていろんなキャンプ情報ねお届けするんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。滋賀県十二房温泉オートキャンプ場からお送りしました。バイバイバイバーイ。はい、ありがとうございます。はい、今11時35分ぐらいなんですけど、もう一テント撤収終わりました。早い、15分かかってないかな。お客さんいないということでちょっとサイトの方を見ましょう。特にね S サイトさっきちょっと見れなかったんで、でね早速清掃の方入ってて結構綺麗にね入念に清掃してますよ。 PAS5 ですから、まあここはパーキングスペースですね。多分パーキングエリアっていう意味だと思います。S5 の方はここが区画になります。奥側はねうちのテントでもギリ立てれそうですけど、ほんまにギリっすね。タープってなったら絶対無理っすね。山の下のサイトなんでね、天気が悪い日はまあちょっと危ないかもしれないですね。で次に S3、 こっちはかなり広いですね。3はここまで2メーターぐらいこっちあるんで、こっち広いですね。でパーキングエリアの S2 があって、 S2 は広いな、結構綺麗に使えそう。 S2 あって S1、 ただね木陰で言うと今の時間帯からこっち側は結構安定して木陰になりそうな気しますね。 S4 もすごいいびつな形をしてるのでちょっと設営はしづらいかな。
で僕がこっち側の山側サイトを選ぶなら一番いいのは S2 ですかね。もしくは S1 もそれなりに広いんで S1 もいいかもしれないですね。はい、お客さん僕らだけになりましたね余裕かっちゅう話ですよ。しっかりとね撮影させていただきます。すいません、お待たせしております。はい、 A7A6 ですね。だからこっち側の A の後半サイトはね結構広いんですけど、こちらの A の前半のサイト A の1とか2とかですよね、これ多分。はい、 A の2ですね。 A の2とかのサイトは木が1本ここにあるだけでかなりサイトを占領されてるような気がしますね。車は多分ここに止めるんでしょうけどね。だからサイトとしてここは全部使えるけれども、まあここに木があるんでこの2メーター四方は使えないと一緒ですからね。 A サイト B サイトはかなりの日当たりですね。影が一つもないんでね、分かってもらえると思うんですけど、まあ、どこのサイトも横幅3メートル超えてくるようなテントだとタープとの同時張りは結構厳しいですね。でもね、電源が1500ワットまで使えるっていうのはねかなり大きいポイントですけどね。いいキャンプ場、奥村さん、また来ますよ、ここ。また寄させてもらいます。